は九州運輸局などが業界内での女性活躍を進めようと開いたもので、運輸や観光に携わる企業の担当者など合わせて250人余りが参加しました。セミナーでは大学や企業などで活躍する女性4人が講演し、このうち女性バス運転手協会の代表理事は、運転手が中高年の男性に偏っているとバス業界の現状を説明、女性を積極的に採用する必要性を訴えました。また女性が働きやすい職場づくりについても紹介され、更衣室や相談窓口の整備、子育てしながらでも働きやすいように勤務時間を柔軟に決められるようにすることなどが挙げられました。